はい、皆さんこんにちは。ここは JR 信越線の亀田駅と荻川駅の間です。画面の奥の方が荻川駅なんですが、また後で詳しい場所はご紹介します。ここで1本道路とクロスするんですが、そこにかかるこの橋、これめちゃくちゃ面白くないですか？これですね、私が列車に乗ってる時に窓の外を見ていたらこれを見つけまして、思わず二度見してしまいましたね。そして早くここに来たいなと思ってやってまいりました。これ多分元からあった橋の上にそのまま新しい橋を架けたと、そういうふうなことだと思うんですよね。こちらがこの辺りの地図になります。画面の真ん中、北と南を信越線が結んでいます。そして黄色い道路ですけれども、北側から亀田バイパス、そのまま東へ行くのが大雲バイパス、茅野山インターから南へ行くのが新津バイパスですよね。そして亀田バイパスと大雲バイパスのその間にありますのが、上所って読むんですよね。確か上所インターチェンジ。城山村と所島村が合体してできた上所、そのインターチェンジを降りたところにありますのが今回取り上げる跨線橋になります。さあ、そしてこの橋ですけれども、もうやっぱり面白いですよね。こういった橋のリニューアルの仕方というのを私は初めて見ましたね。もともとは下の橋を道路、車が走っていたと思いますから、この盛り土のところ、そこまでがもともとの跨線橋ということでしょうね。そしてその上に途中から急に坂の勾配も上がりますけれども、作り直したと。そしてここには空洞もあるわけなんですよね。そしてまたこのように降りていくと、そういったリニューアルをしたわけですね。あの茶色いトタンじゃないですね、あの囲いの中には土が入ってるんでしょうか。そしてそこからしばらく来ると柱があって空洞になってると。そしてここにはですね、当時使っていたものと思われますガードレールがそのまま残ってるんですね。袖ビームのところには赤と黄色のテープもあります。そしてですね、使っていないのに皮肉なほど色鮮やかな元々の橋ですね。そしてまたここにもガードレール。そしてその先はまた空洞と、そして茶色い錆びてしまった覆い、囲いが続いていくと。そういうふうな構造となっております。そしてこちらの橋、いつ頃このようになったのかなと思いまして、銘板を探してみたんですけれども、ちょっと上下とも見つけることはできませんでした。まあ、一応この下の色鮮やかな青、こちらは2000年10月に最新の塗り替えがあったようです。ということは、これよりも前にお役御免になったのか。いや、そんなこともないですかね。ちょっと想像もできませんね。これ途中からかさ上げしてますから、かなり急なんじゃないでしょうかね。まあ、一応反対側にも来てみたわけなんですが、まあ、同じような見た目ですよね。この下の盛り土とその上のかさ上げ部分、このようになっておりまして、この辺りで一緒になっております。そして最後に車に乗りまして亀田方面に向かいたいと思います。今左側に復員現象の看板があったんですけれども、おそらく一番上の橋桁のかかっているところは、もともとの橋桁の幅に合わせて作られてると思うんですよね。なので昔の基準ということでちょっと車線が狭くなってる感じです。相変わらずブレブレで申し訳ないんですけれども、こういうふうに降りていったらこのように車線も広げることができていると、そういったわけですね。そしてこちらですね、いつこのようなことになったのかということで、昔の航空写真を見てみました。一番左から1947年、1962年、1975年、1983年、2009年の航空写真を並べてみました。1975年からは大雲バイパスもできていますけれども、いや、これちょっとやっぱり航空写真真上からの地図だけではちょっと分かりづらいですかね。いつ真上に何せできたものですから、ちょっと判断しかねます。もしですね、皆さんでしたら、ここ通ったことがあって、この工事も見たという方もいらっしゃるかもしれません。これね、どのようにリニューアルしたのか、まあ、おそらく一夜ではできないと思いますから、何日かかけてこのような工事したと思うんですけれども、その工事の様子ですとか、いつ頃こんな感じになったんだよというふうな歴史などご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひ
教えていただければなというふうに思いまして、今回の動画ここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。